ムと監督によると思いまフルハシはプレミアで何点ぐらい取れる。フルハシに関してはワントップで使われるとプレミアだと大変だと思いますね。特にボール持てない方のチームになると、一番フルハシの完成形みたいなことでやってるのはアストンビラのワトキンスだと思いますね。でもワトキンスもね、いつも活躍できるかっていうそうじゃないから。でも分け分かってる選手っていうのはあるじゃないですか。だからターゲットマン的な選手と組ませると一番いいと思います。だからあの、ヨビッチが、 あれと組んでた時にはフランクフルトで良かったけど、ベンゼマと組むとどっちも動き回るから全然、あの、行ってほしいとこどっちもいないみたいになってる。古橋が一番行かせるんだったら、トップの選手が、このタワー型の選手、ポストプレイヤーみたいな選手で、古橋が周り動いて、の10点は普通にどんなチームでも、ボールサイクルばあと試合に出てればいけると思いますね、古橋だっスパサポです。スパちゃんありがとうございます。最近古橋選手が、ケインの後継者。 絶金五条億というビュ稼ぎの飛ばし記事みたいな流れ見て、そんなバカなことあるかよと思ってます。おせ子さんは、フラ選手を連れてくると思いますが、ちょっと信じてるじゃん <laughs> 古橋金の後継者あるかよ。レオさんどう思います <laughs> ちょい信じてるじゃん気になってるじゃん絶対。<laughs> いやだから、これあれだよね。あの、金の後継者とか書いた方が、 ケイン有名だし、古橋への期待でみんなクリックするし、50億とか書いた方がすごいお金だってなるからっていうこの、だから YouTuber になったらいいタイトルというか、すごい優秀なタイトルですよね。人にクリックしてもらわなきゃいけないから。だからこれは、ね、いいことですよね。ビュアーは稼がなきゃいけないからね。嘘でもないしね。だってスパーズにフォワードとして入ったらケイン出てったら後継者にはなるからね。で、遺跡金がね、50億ほんと払うからしたら、 これは飛ばしている本当になるよね。で、ポセオールがフラッシス出てくるかどうかっていうのは予算次第ですね。ただ、ケインいなくなった場合のセンターアワード誰かっていうので、同じようなチーム作るんだったら、ケインとフルハシって、あの、属性分けてると全然違うから、中央で溜め作って周り活かすのと、サイドから入ってきてチャンス作るみたいなあ。だからそういう属性をちゃんと分けてないからこういうの基準なんだよ。だって、日本人で言うとさ、浅野と上田のタイプ全然違うじゃん。 でもこれをフォワードって言うじゃんみんな。みたいなこと。孫憤民とどっちかって言うとか。孫憤民とちょっと被るんですよね。左のウィングから入ってきて裏抜ける、もしくはボール持った時に1対1もできるみたいな。そう、だから、古ーシースパーズは当然見たいですけどね。日本人応援気持ちとしては見たいですけど、ケインの後鴨として同じことをやらせるのは違いますね。 Thank you